イクラトムデジュンです。今回は国本ステファニーベース QSFN というわけでね、やっていきたいと思います。EW っていう大会で、かなり強いクランしかね、まあ、勝ち上がってないような状況で、まあ、国本は結構シードをいただいてたので、このグループリーグ、グループステージからの参戦になってるんですけど、まあ、どこも強いところだらけのグループステージ。はい。対戦相手は QSFN というわけで、ブラジルの強豪ですね。はい。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行は対戦相手 QSFN の方からなんですけど、まあ、見たことある名前、じゃないかなと思うんですけど、 INTG インツにね所属してた結構強そうな人です。はい、ブラジルで会った時が18とか言ったかな、確か。超驚いた記憶がある人ですね。最近だとそうだな、グループ忍者とかと対戦してたのがラストチャンス予選だったかなとかで出てたんですね、日本の人から思い出せるような状況だと。はい、さあ6-1の天才でクロスボウとマルチ IT を追ってって、キングをロイヤルチャンピオンにぶつけていくような誘導ですね。でロイヤルチャンピオンを付け足しストライカーまでして、これは投石まで見たいところ、逆サイドゴーレム展開スニゴブスニゴブで、これはタウンホールまでクイーンを誘導していくような流れですかね。大工の小屋も見ていくことで、まあ、逆サイクイーン流れないように、さあロイちゃん投石入ってキングの方でしっかりと援軍は止めていけそう。ポイズン2枚あるのでこれは安心ですね。さあゴーレムでずっとクロスのタゲを取ってるんですが、まあ、ちょっと寄り道はそうですが、ウィザード追加もうまいですね。さあそこまで見えての、さあただこれでラバがクイーンの方に来るんで時間はかかりそう。さあロイちゃんが伸びすぎる。さあただテスラが見えつつ、これちょっと始める勇気が出ないようですが、ボーマーからスタート、さらばハンド、うお、リクスケ、このリクスケがうまいことねクイーンにヒットしたり、逆サイからの展開だったらもしかしたらって感じだったけど、うまいこと逆サイの 6-1 でしたね。あんまり想像できないような天才。さあここはバネは1個あったんですが1体飛んでないので、これはクイーンに刺さっている、しっかり処理ができましたね。さあタウンホールの方もクローク一発で乗り切って、ここはフリーズからのラバトームかかってるので一生対空砲の竹取ってますね。これは罪だ、うまい。さあバルーンは赤枠によって落とされますが、天才系だとねボマーが使えるのがめちゃくちゃ強いですね。ボマーってねなかなか、もともと最強兵器だったけど今ねシューターとかウッドランチャーとかたくさん出てきてるから、突撃艦とかねあんまり使用頻度は高くないんですけど、やっぱ単体で見た時の性能は化け物ですよね。ボマー罠ヒットしなきゃったらねめちゃくちゃ伸びますね。高くウィヒライダースニゴブ入れつつ、ジャンプとかは特にないしウォールブレーカーもないんで、うまいことこれはタウンホールの方まで食い火誘導してきそうなんですが、どうでしょうか。さあうまいですねこのカット、ゼロカット、まあスニゴブ一体使って右サイド流れないようにして1マスク角に誘導していくと。でこのまま、そうだね1マス空いてるんでこのままシュ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 イって進むんだね。さあここはレイジに乗せてホーミングチェック、しっかり奥まで見ていく。さあもう1枚チェックで投げていきまして、これはより奥まで通るので、基本この区画すべての罠が見えるレベルで通りましたね。まあ、この辺はね見えてないけど、基本こんなとこにホーミング ないよね。まあ、全体で見たときに、お、さあ援軍が釣れないんでそこだけどうするかって感じですけど、おお、ゼロタゲだったので、いや、あ、巨爆、その巨爆は MVP 巨爆出たな。まあ、フリーズ一発とか打ってあげるとケアできたかもですね、巨爆とかも。ここキング使って結構珍しい。さあ内側にキング入れてって食い火の盾として使っていくようなイメージ。ここにはしっかりテスラスケルトンがあったので、これクイーンがこの火力をレイジなしでスムーズに進めの強いね。そしてこのボーマー強すぎる。さっきも言ったけど、ボーマーがね、やっぱ単体だとめちゃくちゃ強いですからね。
さこのまま援軍はどっちで見てか、これライダーの方当たりそうだけど、ロイヤルチャンピオンも、ああここブーメラン先放っていってからのトーム、ストライカーの方には届きまして、クイーンの方はしっかりダンホール打ってる。呪文めちゃくちゃあるな。さあ、エアスがうざい。シングルフリーズレイジとかかな。おい、フリーズからの奥にレイジを打っていって、こっちもレイジかけていってそうですね。オール裏のシングルは結構赤バックとかドルネもねありがちな場所なんですけど、特になく大量のライダーが、このクイヒールートとキングのサポートがねうまかったですね。このルートだと確かにキングの使い道がねちょっと微妙なラインなんですけど、クイヒーのサポートしていくことで時間だったり火力だったりを抑えていくっていう使い方、しかもテスラも引っかかってましたね。ガーサス、さあ序盤に、この人もあれだね、ブラジルいた人だね。だっけ、あ、そうか、もともと QSFN か、でも。さあ、トツイエティだね、トツイエティ。援軍は特に釣る目的ではなさそうか。結構、あ、まあ、釣れたは釣れたけど、そんなに重要視してなさそう。サイドカットのロケバルで、さっきもそうですけど、ルーピーもね、サイドカット使ってきましたけど、ロケバレのそのサイドカットなかなかね頭として発想にないので、うまいですね、刺さってる。さあこのまま多分タウンまで持っていくと思うんだけど、ジャイ3体とウォールブレイカー5枚あるんで、なんか違う使い方はしてきそうですが、さあインビジブル、さすがに火力がやばすぎた、まあ、ユニコーンがね、おー、そうなるとウォールブレイカーはいよいよどこに投げるんだって感じだけど、付け根狙ってんのかこれ。さあジャイウォーク、この辺のユニコーンの弱体化やっぱ効いてるね。いいね、いい調整だと思うなあれは。さあウォールブレイカー投げ込んでいきましたが、ウィンの方が入るかどうかってとこ。うん、さあこれフリー、あークロスまでいかないと。さあターンホールはしっかりクイーンの方で打てますが、気持ちクローク早くなったのでこれは伸びるか。でもユニコーンたけてる。さあキングの方もしっかりターン脇削っていって、ブーメランだけ放って、ここはポイズンでクイーンと一緒にラバ処理。ちょ、クイヒーみたいな、それマルチまでいけんのうまいな。あーナイス、通常のウォールブレーカーで穴開けしてたんで、ちょっとね穴開きのスペースがやっぱちっちゃいですね。さあ初手ラバーストあラバーにはかかってない、ストライカートームかけていって、ロイヤルチャンピオン処理ヘイストと。さあストライカーも2、あ、じゃあじゃあスケルトンも2枚あるんで、どうなんだろうな、何用だったのか、まあ、ヒーローの竹取りね保護用に使ってあげてもよかった感はこうなると見えねありだったかなって思うんだけど。さあストライカーは、じゃあスケルトンはテスラ用に1本置かれつつ、もう1枚余っていってと、回収に投げましたね。いやうまいな、その、そうか、そのあれおもろいな。援軍とかも特にね突入って釣っていかないっていうところで、さあ前回取っていって、さあここクイーンウォーカーズ、カズマくん、クイーラバー。 QSFN はね本当にラバルの多いクランでね、ラバル系の戦術がめちゃくちゃ多いですね昔から。さあしっかりバルーンでカットしていきつつ、クイヒースタート、ワルキリーカットしてますね。なかなか今じゃお目にかかれないユニットですが、いいサイドカットをしてくれてます。さあクイーンはこのまま1マス区画に誘導していきつつ、キングでイーグルを見ていく形、うまいなこのクイーンの誘導。なかなかこの入りでこう、うん、うまいな。さあこのままクイーンとクイーンが当たっていって、フリーズ必須かな、ギリギリですがこれ与えていって、レイジも少し落ち着いて、前のレイジがねヒーラーに乗ってたので、まあ、重ねてかけていくよりは少しでも貯めれるならね、まあ、新しいレイジとして使っていったと。さあ援軍は細かい、バゴルだ。さあいいポイズン、
完璧。さらに1体でいって、これはドラ系を狙った形なのかな。安い2本こっち向いてるんで、くじ面突撃感かけてくタイプのなんかそういうの狙ってたかもしれないですね。さあシングルにはしっかりフリーズ重ねつつ、フィストでマルチまで、キングでお釣りが出てるな。どうなんでしょうね、これ。ここまで見てたか分かんないけど。さあボマースタートからのラバルタンホールクイーンは、ここはクロック使っていきます。ロイちゃんまだ使ってないので、どっかいい感じに。最近のねタンホールラバルクイヒー版はね、結構兵器をこのタンホール越しに残しとくか、ロイちゃんを残しとくかのどっちかが割と必須にないと、これでタウントルネで結構バルーン落ちちゃうんですよね。いいタイミングのトームヘイストなんで、これは結構買わせてはいるんですけど、だいたいこの後ろに投石だったりヒーローが固まってるので、結構バルーン落ちてますよね。この後にボマーがポンって出てくるか、ロイちゃんがポンって出てくるかのどっちかがないとクイラバ取りきれない環境なんですけど、今回はロイちゃんを残していってレイジで投石まで、あ、1まで折れるとロイちゃん伸びそう。これは裏にしっかりバルーン残してるのがね分かってますね。さあロイちゃんとキングが当たるので、ここはストライカーも当てていきつつ、もともとロイちゃんこういう使い方だったのかな、結構柔軟にねどっちでもいいから使ってこうみたいなイメージだったと思うんですけど、左だか右かね、今回はこっちからの採用と。うまい。なんだろう、使われてる戦術の環境はあんま変わんないんだけど、配置の環境はさすがに変わってて、やっぱタウンホールシングル裏トルネ赤枠みたいなのが今の普通というかよくあるパターンじゃないですか。まあ、それをね攻略で、クラウスとかはスーサイドラバルなんでヒールを使うことでそこをタンホール後のねバルを守っていったり、今のクイラバーは突撃か、あじゃあね兵器かロイちゃんどっちかを片方残すことで最終区画を見ていくっていうのが今のクイラバーのメタというか、そういう感じですね。さあ変えたの、ウッドランチャー開けていく。これ僕がねドイツで INTG 時代のね方なんですけど、僕もブラジル、ドイツ行った時にこの人にね、ユニフォームもらってね、インツのカエタノのユニフォーム今ありますね、僕も手元に。ユニフォームめっちゃね、いい素材なんだよ。さあ、イエティは、まあ、どうだろう。まあ、結構クラウス、スタイルな形にはなってますが、ルートはかなり綺麗には取れそう。タンホールから行くんじゃないかなって思うんですけど、やっぱヒールが入ってますね。さあバルキリー、おお、それはめっちゃ回収したな。あった、まあポイズンあるんでいいですけど、クイーンまで見てたんだとするならば、これはあでもロイちゃんが処理できてるから、クイーンのためのストライカーは一応持ってる。うん、とはいえちょっとめんどくさそうではあるが、スケルトンとかないからね。おー、ラバーに引っ張られてクイーンがどっか行くが、ここをフリーズで固めていく。クイーンの射程外入っているので、これは戻っていきますね。このラバー結構だるそうだぞ、普通に。さあ、対地固めなかったので、これはストライカーが、レイジからの、トームかけていきますが、結構バルーンが左に流れていったのと、ラバーも先行してますね。さあ、ここでラバー溶けていくと、真ん中ヒールで一応守っていきますが、この残った対地安いがだいぶ時間取ってる。そうなると、フリーズ、ヘイスト、ヘイストでマルチと投石、この塊具合だと、このね、左の投石が残ったことで、マルチの方行っちゃいましたね。さあ、裏から止めていくようなバルーン、投石にフリーズ残さないとね、あ、ちょっと早めにかけていって、ヘイスト、ヘイストロード。対空残ると強い。うん、止まりそう。さあ止まりましたね。どうなんだろう、多分ヒーローパートの伸びがちょっと足りなかったかな。これだとクイーンはね、真ん中入るよりも左入った方がバリュー的に大きくなってるからな、結果的には。さあこれは1本目の防衛が生まれそうだ。僕のねお友達なんですけど、容赦なく防衛です。さあ星さん、ライダー3体入りのトッツビズかな、これはトッツビズっぽそう。すごいな、ライダー3体積んでラバンにも詰めるのか。まあバルーンが20体と結構少なめなんですけど、この分ライダー3体入ってるんで
ライダー1体につきね5体のバルーンですからね、35体編成と一緒ですよこれ。おっと、突撃艦がホーミング2個、これは突狙ってそうな突撃艦用のホーミングっぽいけど、援軍が釣れなくなってますねその分。さあどうだ、うん、釣れないが、なんか伸びたバルーンがちょっとだけ呼んでくれたけど、これじゃあダメだな。どうだろうね、結構見てると援軍細かいの入れてるところもあったね相手。当たり方次第では、おー、スミゴム出したってスラガーヒット。シングルは外にはかからない。さあここは陸助まで連れて行ったので、さあクランジョギリギリかからないエリアでぐるっと回っていきそう。さあ逆サイキングですが、こっちにもしっかりテスラ、タウン前もテスラと、ある程度ちょっとこれやるでしょみたいなね、分かってる形かもしれませんが、ここはちょっとクイーンにそれますね。さあそれていくので、ここはインビジブルで隠して戻してクイーンクロック。あ、援軍細かいですね。ビストがもう早くもして出ている。んー、ちょっと気持ち早い、使わされましたねこれは。テスラによってね、テスラリクスケによってね、キングパートだいぶ止まっちゃいましたね。さあ援軍はもうこの1体だけかな。スパカゴは1体処理してくれたんだ。さあライダーウォーデンが最初にスタートしていきまして、ロイちゃんもまだこれ生きてんの強すぎる。あー、うちが入ったら強かったけど、でもインビジブルあるのでここはいけそう。さあこれウォーデン入るぞ、ウォーデンいけ、もう一個前、もう一個前だ、ダメだった。さあここラバストライカーすごい角度から登場していって、この空輪をねしっかり解除していくような形、しっかりここはロイちゃんにもインビジブル合わせていって、ドーム化したラバハウンの6時生かしていって最終区画へ。うまいな、うわ取るね。これあれだもんね、最初にラバ1体突撃艦守るために使ってるんで、まあ、実質ラバ1のライダー編成って感じ。いやーうまい、これはうまいね、綺麗。トッツビズがね、本来なら援軍釣れるようなところまで釣れて、もっと楽に援軍処理とかねできるはずだったんですが、ね、まあ援軍小物だったんで、まだロイちゃんキングは捕まらず、これは余裕だな、うまい。ガーサス。さあ3人終わって3連続全開でクイーンウォーカーズがリードを取っていく形になりますね。対戦相手は TME スニゴブ、めっちゃスニゴブ出してた。おお、リックスケ、お、そんなにスニゴブから始まる食い火あるんだ、すごいな。金庫残った。さあおいで出していきまして、おお、腕、ライトニング、今打てたらプロだったな。あ、でもこっちに打ちたいかな。51天才絶対ここじゃん。援軍に合わせてね、ストライカーにライトニング合わせられればよかったんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、これはこれで安全策を取りましたね。絶対に外さないというか、今ダイクもかかってくるのでね、クエイクも必要になってくるので、タイミングがすごい重要になってくるんで。ただただちょっとめんどくさそうな、これバルーン超使わせてますね、このテスラ強い、いいね、いいよ、入る。さあくるっと行くでしょうか、行ったね。ただヒーラーが打てる。さあ51ライトニングフリーズまで、さあ強気のレイチ、さあスニゴブスニゴブ、各地にスニゴブ重ねていって、これもうホーミングチェックできるバルーンの数もないですね、14体しかいない。さあここからキング登場、天才はねイーグルの竹しっかりキングで取らないとめちゃくちゃきついんだけど、しっかり取れましたね。とキングロイちゃん使っていくけど、これは
あー取るね。スニゴブがないからだ。スニゴブがないからクイーンが、じゃあキングがどっか行っちゃう。でも流れるの分かってて早めのフェストいいですね。さあボールブレーカー真ん中ってプランだと思うんですけど、さあボールブレーカーはそれていく。無情にもそれていきました。さあキングキング当てつつ、ここからボマー。時間もだいぶ渋い。やっぱスニゴブから入ったので相当時間が苦しいですねこれは。あーいいトム。キングとロイちゃん両方が生き残ってるうちに、ロイちゃん特にね能力残ってるんでね、最終区画で打ちたい。さあ時間足りないんじゃない、さすがに。さあいいインビジブルですが、ボマーもここで登場。ユニット自体はめちゃくちゃ残ってはないっていうか、いいね全開できそうなあれではありますが、時間が足りないですね。やっぱスニゴブスタートしたからなこれ。うん、いやこの2連続防衛はでかいですね。どうなんだろう。さあペッカ入ってる、なんかラバ1やん。ペッカバルキリーアイゴレって感じで、かなりこれは陸見てますかね。おお、さあスニゴブスタート。逆サイはテスラチェックのバーバリアン。ジャイキング、おお、いいジャイ。さあペッカとクイーンで両サイドカット、うまいねこのキング。さあアイゴレがしっかり、これはクイーンの竹取ってくれてる、いいアイゴレだ。さあギャえペッカ用の穴消してんだけど、なるほど。ただちょっと思った以上にペッカ弱いか、弱いね。多分ペッカだけで結構見てたと思うんだけど、わざわざ使うほどのペッカの仕事量ではないな。これバルキリーやってくれ。ナイスバルキリー。あ、このバルキリー、あークイーンクローク先打ちですが、これはどうだ、ミスったか。んー、ちょっとリクスケ捕まって投石残りそう。さあ中心入ったイエティはどうだ。んー、マルチまで伸びない。さあロイヤルチャンピオンはここでブーメラン打っていって、大砲うざいな。もう一枚ポイズン。うん、本来ならばマルチオレーノ、クジオレーノでもう残りタウン投石しかないから、もう左からラバルでタウンホールからラバルみたいなイメージだったと思うんですけど、さあラバ1ですから、うわー一瞬でラバ弾ける。これは難しいですよ、ここからラバルすんの。さあバルーンだけを細かく出していきつつ、ストライカーまで合わせてここでトーム。さあトルネ出てるけど先になんとか折れそう。これ逆にタウンポイズンちょっと避けたぜ、いるな。うわその赤枠なんでそんなとこにあると、うお、だるいだるいだるい。さあここはヒールをかけていきつつ、オーミングもヒットしてくる。これ難しいラバルだな。さあいいフリーズ完璧だね。さあジャイタテバルーンを裏から刺しつつヘイスト、そうだね投石打つしかない。うー、さあ大工邪魔、一瞬で折れていくけど、どうだヘイスト乗らないかバルーン。ウィズ島まで折り切りつつ、いやすげえな、あの状況からよくこんな。オーデンはちょっとバルーンにはついてくれない。さあストライカーに反応してますね。さあそれていきまして、これはちょっとさすがに苦しいか。いやでもよくここまで持ってったな、うまっ。うん、作品よく、いやクラウスじゃなきゃあんな伸びなかったですね。今のラバルすげえな。結構ね、なんだろう、ラバルはスピード勝負みたいな感じでとりあえず全部出すみたいなね、
スピード勝負、うおーってやるっていう感じじゃなくて、クラスのラバルは速いのも速いんだけど、スピード自体はね、そんな速くなくて、それよりはね、ゆっくり丁寧にみたいな。まあ大事なんだけど、それをある程度のスピード感でできるのがすごい。当然速いとこは速くなきゃいけないんだけど、いかにゆっくりできるかみたいなのもね、ラバルにおいて大事なことな気がする。さあキングでイーグル折り切りつつ、もうフィストつまんなくなったのか押してきましたね。もう押していいかなって感じで。さあここからサイドカット始まりの援軍を釣っていきます。援軍釣りたかったのかな、早めに釣りたかったってイメージかな。さあレイジ打っとくと、それは、うん、今の先レイジだったら多分ストライカーの攻撃入らないレベルだったと思うけど。さあ外処理、これでキングで援軍するプランだったらうまいな。さあボマー、うまい、ブラジルっぽい、インツこういうボマー好きだからね、ブラジルっぽいわ。さあただちょっと早めすぎたかな。まあヒーラー横打ちを嫌って早めに出してったと思うんだけど、ロイちゃんのタゲクイーンで取ってからの方が本当はいい気がする。どうなんだろう。まあまあまあ、でも VHA の日、あでもレジまだ3枚やったんでしょ、あの状況でフリーズ3枚、もうちょっと伸びたと思う。さあ強気のレジをかけていきつつ、まだスタートしないですね。さあシングルフリーズかけつつスタート。さあ一気のこれはユニット全出しトーム、テスラ巨爆見えたんでね、早めに打ちましたね。うわリクスケエグ、誰の配置これ。さあここから巨大爆弾トルネードも上場していきまして、ホグは結構溶けていきます。ここフリーズ、ここフリーズ打ったのでクイーンの方は呪文がないのでクローク早めに、アンホールは大丈夫そう。さああんなにいたホグライダーもどんどんいなくなってますね。さあボムタワーがここは2つ重なってるので、早くもホグライダーは全滅と。ホグバルーン裏入れてきつつ、どうだロイヤルチャンピオンもポイズンに使っていく。いやーこうやって見るとやっぱホグライダーっていうユニットは本当に強い時強いんだけどな。さあ最終ブーメランぶっ飛ばしていって時間間に合わず、さあ 99% ということで勝ちです。はい、あ勝ちですというか、まあ12点に抑えましたね。対するクイーンオカズは今4分の3前回で11得点ですね。まあ星2を取れば確定勝利というような状況。当然前回を狙っていきます。ちょっとね結構いろいろ考えたんですけど、今回ねウッドランチャーじゃなくてねバスター採用でやっていき形のクイヒーライダーをやっていきます。はい、ストライカーにはフリーズで一発も食らないようなのが理想ですね。これねキングとクイーンをね平行で進めるのが一番スピーディーでいい進行なんですけど、平行で進めて逆走、キングの動き次第で逆走するなと思ったんでね貯めましたね。さあレイジに乗せて奥までしっかりファミリーチェック入れつつ、この辺いろいろやっていって、ここバスター採用、ランチャーだけだとね多分折り切れない、確定で折れる保証がなかったんでねやめましたね。さあストライカーも1体ここは追加で出していって、フィストでもうちょっとウォーデンが前行ってくれればねトームが入るから打てそうだったんだけど、全然ウォーデンが前行かないからここでトーム、ちょっと金が漏れてるかな。トームをねちょっと見てたんでね、クイーンの方がねクローク押さなきゃいけないところまで行っちゃったんで、ここはレイジではなくクロークを先に打ちました。はい、で2パターンクイーンの動きで見てたんですけど、しっかり動いてるのでこっちはこっちで OK と。こっち来た場合はジャンプなくてもいいプランだったんですけど、ワンチャン左に流れるパターンもあるかなと思ったんで、その場合はジャンプ必要になるんで今回は必要としましたか。
方もかなり余裕ですね。タウンホール脇の施設をどんどん借り取っていって、ロイちゃんレイジフリーズでもまあ悪くはなかったなっていうところだったんですけど、まあクイヒーにジャンプ4も持ってるんで全然残していいかなってところで、確実にねクイヒーで、まあ時間急ぐ場面じゃないんで、これは間に合うんでね、いいライダーですね。これ赤バック取ってくれた、えらい。左サイドしっかりサイド、もう回収入れつつターンホールの方にまとめていって、まあジャンプと。さあガーゴイルで一応対空砲の攻撃を拾っていってから、まあ、対空フリーですね。もう HP 落ちてるのは分かってるんですけど、ターンホールの方は問題ないんでライダー延命していってフィニッシュと。まあ、思った以上にキングとかもね、キングがちょっと1マス空いてるから本当は左に流れて欲しかったんですけど、内が入っちゃったね。まあ、その分伸びなくなっちゃったんだけど、展開と。ということでフィニッシュしまして14対12勝利と。まあ、パーセント結構相手も取れてるんですけど、まあいい感じに勝ってたのかな。そうだね、今回はウッドランチャーとバスターでちょっと悩んだんですけど、バスターの方が、ウッドランチャーのダメージだけじゃ届かないっていうのと、イエティもそこまで行く保証がないんでね、確実にバスター採用だったっていうところと、まあウッドランチャーバスターの直線上に防衛施設自体がなかったんでね、今回はバスターでシングルのみを狙っていく形。まあ突撃艦でも良かったんですけど、さすがにヤンキーすぎるのと、トームが結構早めに打たなきゃいけなくなっちゃうので、まあ、バスターにすることでトームを遅く打てるように調整したと。まあロイちゃんの方の伸びは結構意識してて、9時の方まで絶対ロイちゃんで削りたいなって思ってたので、まあ残ったら別にライダーさせばいいだけなんでいいんですけど、まあ、基本的には9時の方まで伸びるとめちゃくちゃ楽だなと思ってたので、まあそっちまで伸ばすようにはちゃんと意識をしてました。キングがね、まあウッドランチはちょっとちゃう、バスターがちょっと歯だけ早かったからね、穴が開いてキングがそっち行っちゃったね。ウォーデンがね、もうちょいライフオーラしっかり全員に入るような角度で進んでくれれば、もっと強気のトームを打ててクイーンの方もね、黒く吐かないでレイジー使っていく形が取れたんですけど、まあ12点に抑えていきつつ、クラッシュマスターズ用に バトジンガーとかに使った配置だったんですけど、12点に抑えてるってところでね、そうだな、こうやって結構いい配置は用意できてたけど、やっぱバタングがね、そうやってね結構取ってきたっていうのを考えると、やっぱバタングの攻撃力っていうところがやっぱ強いな。はい、というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。